よしよし、見立て通り見晴らしの条件はクリア。海辺も近く、人通りも分かりやすい。やはりここを選んで正解だったな。今すぐ当局の方に連絡しないと。私の名前はイーミン。中国の当局にて対日戦略を練っている高官だ。それで日本に向かった奴の報告はどうなっている？あ、日本の物件購入はつつがなく進行中。第1弾はクリアし、すでに第2、第3と購入に移っているとのことです。これなら人知れず日本の街に中国の街ができる日もそう遠くはないでしょう。どうします、イーミン司令。こうして徐々に徐々に日本を侵略してはいますが、心でパーッと攻め込むのは。何？攻め込むだと？はい、司令は常日頃から日本攻略を考えておられますよね。尖閣を取り、そのまま日本の要衝をいくつか抑えてアメリカへの抑止力とする、そういうプランなのでしょう。そこに加えて、今は世界中が戦争というものに触れ続けている時代、その機運に乗っかれば中国は一気に世界のトップへと躍り出ることが可能だとは思いませんか？つまり君は今すぐ争いを起こしたいということか。端的に言えばそうですね。私はこの身、この魂全てを祖国へと捧げました。お国のためになるというのなら、火の中水の中どんなことでもやり遂げてみせますよ。まあですが、日本などという弱小島国の攻略なんて火の中水の中に行くより簡単でしょうがね。世界中が混乱に満ちている今こそ攻め込みましょう。日本に攻め込むか。どうです、普段は穏健派として知られる司令も今の時代の流れを感じてこのような積極案を考えたことはあるでしょう。そうだな、もちろん考えてはいる。わかりやすい対立構造もあるわけだしな。その上で私が出した結論を述べよう。日本への侵略は絶対にダメだ。絶対でありますか？そんな、司令が命令すれば私は今すぐにでも乗り込むつもりでしたのに。バカなことを言うな。戦力差と国家間の関係をもっと考えろ。戦力差？それを言い出すのならますます攻め込むべきではないですか？向こうも自衛隊という名の実質軍隊を持っているとはいえ、その人数は25万人程度、対してこちらは200万人以上。総力戦ともなれば億単位で動かすことだって不可能じゃありません。我々は世界屈指の軍隊を要しているのです。ましてや我が陸軍は91万5千人、アメリカの2倍近い現役兵がいるというのに何を恐れておられるのですか？確かに兵力の差だけを言えばこちらが圧倒的に上、それは世界中が認める事実だ。だがそのたかだか25万人程度の軍隊で日本が世界軍事ランキングの一桁台に位置しているのはお前も知っているだろう。いや、核抜きの軍事力で言えば世界一にも届く力を持っていると言っても過言ではない。その事実が意味することをもう少し深く考えろ。奴らは決して舐めてかかっていい存在ではない。同盟国、そして自国のアグレッサーとの航空戦闘訓練で高めに高めたパイロットスキルは世界屈指。その実力はアメリカのトップガンにすら迫る勢いの上、それが奴らの平均だ。空を舞う戦闘機全員がエースパイロットの戦場なぞ恐ろしいことこの上ないだろう。地上であれば高性能のシステムを積んだ戦車隊、飛行士団が活躍。訓練過程では第72戦車連隊という部隊が性能の劣る90式を操り、最新鋭の10式に勝利するほどのスキルの高さを見せている。確かアメリカ軍との限りなく実戦に近い演習でも互角に渡り合ったという報告もあったな。世界を抑止しているアメリカ軍を相手に空と陸で互角に戦える軍が他にどれだけ存在すると思う？そして最後は奴らの主戦場となる海での戦い。これに関しては詳しく言う必要はないだろう。世界一と言ってもいい潜水艦を2桁以上要し、我が軍が1隻も持っていないイージス艦を12隻、軽空母も2隻誕生し、航空戦力との連携もより深いものとしている。命令違反を決して起こさせない規律ある順法精神も含め、アジア最強の名は伊達ではないのだ。
わかったか。仮に攻め込むとした場合、これらの高い戦力を相手に、奴らの有利な海の上で戦わなくてはならんのだ。海上戦からの上陸作戦が、どれだけ難易度の高いミッションかは、歴史が証明している。確かに、奴らの実力の高さは認めますよ。ですが、それでもやはり、戦いは数ですよ、司令。そのために開発されたのが、最新鋭兵器 J20 ではありませんか。 J20、 それは2017年3月に中国人民解放軍空軍に導入されたジェット戦闘機のことだ。アメリカの F-35 に対抗するような形で製造されたこの機体の最高速度は約2468キロ、航続距離約5926キロ。オーストラリア空軍に配備された F-35A の最高速度約1960キロ、航続距離約2200キロと比べたら圧倒的な制空能力を誇っている。世界初の複座型ステルス戦闘機にも派生できることから、使い道はいくらでもあるというのが、いいところだけを切り取った公開されている情報だ。 J20 は確かにいい機体ではあるが、現実問題として出来上がったものは第5世代機の中では最低ランク。各国の戦闘機と比べれば対抗手段としてはいまいちであろう。分かっていますよ、そんなことは。ですが目を向けるべきは、自国で戦闘機を量産できたという事実のみではありませんか。たとえ100のハイエンド機体が敵にいようとも、1000の量産機で粉砕するのが我らの戦い方。その象徴こそが J20 なのです。人的資源が豊富にいる我が国で戦闘機が無数に量産される事実がどれだけ脅威か、わからない指令ではないでしょう。戦の量産機で粉砕。言わんとしていることはよくわかる。日本と一対一で戦うのであれば、必ず空の戦はこちらが勝つだろう。ですから、先ほどからそうやって。だが、100のハイエンドが数セットあるとしたら、話はまた別だ。数セット？単純な話だ。我らが日本へ攻め込んだ場合、戦う相手は日本だけではない。少なくとも同盟国であるアメリカは介入してくるはずだ。世界最強クラスの軍隊2つを相手取るのは相当に厳しい戦いだぞ。そこにカナダやオーストラリアといった準同盟国まで出しゃばってこられたら面倒この上ない。それは、そうですが。そういうわけだ。短絡的に争いを仕掛けるのは言うだけなら簡単だが、得られるものは限りなく少ない。戦争はあくまで得られるものを得るための究極の外交手段の一つに過ぎんのだ。戦いたいから戦うなぞ、無意味極まりない。それに、直接的な戦いよりも懸念すべき点は、攻め入った段階で課されるであろう経済制裁。アメリカと日本への輸出入額は世界でも上位5カ国に入っているのだ。国交が断絶し、全体の 20% 以上を失うのは相当な痛手だ。ですが司令、それは向こうも同じでは。特に日本なんて貿易で我らに頼りきりではありませんか。だが、争いが本格化するというのに経済制裁に移らない方がおかしいだろう。経済制裁によって国内にどれだけの悪影響が出るかはすでにロシアが実証済み。この現実を世界中が目の当たりにしているのだ。経済制裁を恐れない国民はいないだろう。さらに言えば、 TPP に加入し、日本とイタリアの3国で最新の次期戦闘機を開発しているイギリスは、米中関係の黄金時代はすでに終了した。これからはイギリスは対中アプローチを変え、中国と距離を置く方針へと移行する。政府庁舎には中国製監視カメラの設置を禁ずると、リシ・スナク首相自ら中国離れを宣言。直接的な戦闘が起きていない状態で、すでにこれなのだ。日本とことを構えれば、制裁に踏み切るのは自明の理であり、それは共通の価値観に基づいて戦略的パートナーシップを結んでいる EU も同じだろう。日本の外交能力は非常に高い。有事の際に世界各国から強硬手段を取られるのは果たしてどちらか、よく考えるんだな。はい。これだけ釘を刺していれば、愚かな真似は起こさんだろう。
少なくとも今は表立って動くべきではないのだ。ただでさえ国内の情勢が不安定なのだからな。何より今ことを構えたくない最大の理由は国民の意識の差だ。飲食店で朝食代を3元にまで落とさなければ客がやってこないデフレ状態の今の中国、景気が極限まで冷え込み、若者たちの世間に対する意欲はゼロに等しい。現行不一致で矛盾した政策ばかり出す政府にも不満が溜まっている状態だ。まずそれをどうにかしないことには他国に目を向ける余裕はない。しかしそんな状態でも国内の方針を定める全人代では、今年の経済成長率の目標は去年と同じ 5% 前後、そのために各方面が心を一つに倍の努力をする必要があります。その上で軍備闘争への備えを一体的に進め、国家の主権等を断固として守り抜くと誓います。それにおける国防費として予算を前年度と比べて 7.2% 増の1兆6655億元とします。景気がここまで悪くなってるってのに、そこにほとんど目を向けず軍備拡大だ。オンラインゲームの規制強化を急に出して株価を暴落させたり、公共事業の未払い代金を請求した企業家を逮捕したり、そんな理不尽なこと国民にしでかしといて、まだ俺たちに理不尽を強いるのかよ。こんなに国民を見てくれないなら、いっそのこと政府の対応に不信感を抱き、あのアメリカにすら密入国する国民が急増しているこの現状、経済的に世界のお荷物と言われてしまうほどに我らに余裕なんてどこにもないのだ。国内で中国離れが加速、貧困を無視して軍拡に走る方針といい、どこぞの北を見ている気分だな。